主人様、私はつぶやいてみる。スリープモードに入っていた私のバッテリーを入れ替えてくれた人、私を地下の眠りから起こしてくれた人、長い時間の中で凍りつき錆びついていた私の感情をよみがえらせてくれた人、ご主人様は先ほど明かりの落ちた合宿所でお休みになった。今頃は気持ちよさそうにいびきをかいていらっしゃることだろう。ご主人様がお休みになっても私が眠ることはない。こうして花崗岩の階段に腰を下ろして節電しながらじっと時間が過ぎるのを待つだけ。ご主人様と知り合って幾日が過ぎたのだろう。ご主人様、私のご主人様。私はスー、看護用ロボット SU7Day1。 もう一度ご主人様のそばで眠りたい。木炭。お前やるか。なんだ。やったかもな。いつかな。ねえねえ、モデル誰にするの？私、ユイトがいい。チクチク、痛い。私はミキ先輩がいいです。お前、副部長だからモデル決めろ。ダメよ先輩、先輩にはよしみ先輩がいるんですよ。ラン、頑張るのよ。ここで踏ん張ればレギュラー確定よ。ねえ、アイス食べていい？却下。却
いけないことしていい？じゃーん、ちょん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 、ちょっとだけよ。ゲロ。ムカピー、つまんないの。先輩、頭硬いですね。頭蓋骨あるでしょ。私、ないよ。ほらほら、撫でてみて。シクシク、痛い。また難しい顔してる。あるよ。おいしいぼた餅を見つけたとき。おはぎだったっけ。あれ、どう違うんだったっけ。おはぎが春に食べるもので、ぼた餅が秋だったっけ。ねえねえ、どっちだった。おはぎは萩の餅といって、秋に食べるものだ。ぼた餅が春だ。さすが永源寺先輩、頭いい。いや、ばあちゃん子だから。さすが先輩、胸にでっかいお餅を2つ備えているだけに、餅には詳しいですな。いや、そんな大きくないから。先輩の胸はどっちがぼた餅でおはぎですか。右？左？私、きなこ餅の方がいい。痛い。きなこ餅。どうしてなの、平野先輩。私、初めて会うはずなのに、初めてじゃない気がする。あのね、蘭ちゃん。ゆいと、おはぎ嫌いなんだって。違うの？それ、デジャブーじゃないんじゃないか。デジャブーって、今まで見たことのない情景なのに見た気がするってやつだろ。つまり視覚だろ。デジャブーって言葉は情景について言うんだよ。お前が言っているのは、正確にはデジャベクじゃないのか。フランス語で、非体験感。体験したことがないはずなのに体験した気がするってやつあるかな。お前、うちにメイドロボットがいるからじゃないのか。死んだおふくろさんに似ている。ロボットの顔ってどうやって作るんだ。全くオリジナルなのか。人間って、本人が覚えていないだけで、一度でもすれ違っている人間の顔のデータって脳みそにはちゃんと残っているらしいんだ。それじゃないのか。お風呂が沸きました。ご主人様からお入りになってください。
ご主人様、お背中流しましょうか。じゃあ入ってくるね。ひどい。わーい、ムカデだムカデだ。バック、触るなよ。遠慮する。まあまあ、ちこうよれ。やっ、わあ、やっぱりミキ先輩の方が大きい。気持ちいい。バカやめろ。はい先輩、どうしてこんなに大きくなったんですか。うりうり。知るか。白状するのだ。誰かの悪行でしょう。